藤沢御殿と周辺の御殿、御茶屋藤沢御殿は、相模国藤沢にあった、徳川将軍家の御殿である。御殿は、現在の藤沢公民館と藤沢市民病院の間にあった。藤沢御殿は、藤沢塾が設置される前の慶長元年頃に、築かれたと推定される。徳川家康は、天正18年関東に入ると、地域支配の拠点、休憩。 宿泊施設として、御殿やお茶屋を設置した。記録としては、慶長期に徳川家康が、慶長5年に鎌倉遊覧のため訪れた記述があるのが最初で、秀忠、家光と、寛永11年まで28回利用されている。資料によると市法は、水堀で囲まれ、内土類と外土類が巡らされている東南の堀は幅6軒、深さ2軒半。 南北の堀は幅5軒、深さ2軒半で、外土類の外側は、東西106軒、南北62軒で、内土類の中は、東西86軒、南北36軒の広さがあった。兵庫門は、東海道に面した南側にあり、裏御門は東側にあった。兵庫門の西側には、御殿番所、東側には、大肝陣屋が立ち並んでいた。 総面積は6000坪に及び、これは城郭構えであることは明らかである。2000年8月には藤沢五点に関する考古学的な初めての調査が行われ西側の掘りの遺構が確認された。相模国内には13カ所の五点、御茶屋が資料に記載され、内順然たる城郭構えの将軍の工場的な宿泊施設は4カ所を数える。これらは、 藤沢御殿のように水堀と土塁、または石垣が巡る方形の城郭に順じて造営された。将軍による藤沢御殿の利用は、寛永11年が最後である。その後、江戸で発生した明暦の大化に伴う江戸城再築のために建築物が取り払われた。天南2年には跡地が建地され、高地となった。現在では、御殿橋、陣屋工事、陣屋橋、 高城橋などが残るほか、藤沢市民病院付近には、御天変公園などの地名が残っている。ありがとうございます。